أحب مشاهدة العمال. طاهر ينغا ده سكانة سكيوس. あの頃と変わらないな。帰ってきたぞ、バグダッド。懐かしい場所を見に行くとするか。偵察だ、エンキドゥ。ここが隠れし者の支部か。思ったよりも質素ですね。そういう支部もある。金で飾られているところもあるぞ。どこに拠点を構えるにせよ、我々の居場所を悟られないことが何よりも重要だ。確かにここなら見つかりません。何か手がかりは？アリの行方についてはわからないが、ヌルはベシというものと接触していたようだ。確かこの名は反乱軍におけるアリの側近の一人だったな。ベシは上流の港の作業員だ。その辺りで彼を探してこい。アリの行方について何か知っているかもしれない。こっちにも手がかりは？ヌルはこの地区を地図にしたようだ。工場地帯の北に印がある。一体何が？反乱の支持者がいる。ヌルが訳あってここを訪れたのなら調べる価値はある。わかりました。どちらも確実ではないが足がかりにはなる。フラッドと私は他に情報がないか探っておこう。気をつけていけ。
シャリーについて他に情報は？ヌルはなぜそこに関心を持ったのでしょうか？その辺りの住民は裏で反乱軍を支援している。庶民も労働者も商人たちもだ。そういえばヌルは新しい協力者がいると言っていた。商人だ。その商人がシャリーにいるのかもしれない。きっと染川工場で働く人に紛れている。では露店に目を光らせます。さあ視野を広げよう。すごい人生だよな。ちょっと待ってくれ。デルビス、バシム、大きくなったな。てっきり死んだものかと。俺もそう思っていた。ここで何をしてる？それにその格好、連中に加わったのか？どうやって？隠れし者だ。ロシャンが導いてくれた。すまない、もう頭がいっぱいでな。店の袋の中にお前がいないと気づいて、どうにか逃げ出したんだと信じてた。お前が生きてることを毎晩のように願った。無事な顔を見せてくれると。今日アッラーがそれに答えてくれた。俺に祈られる価値はないよ。あの夜怒ったことはお前のせいじゃない。患者どもの仕業だ。お前も分かってるはずだ。だから今の道を選んだんだろう。俺がバグダッドへたどり着いたのはそのためさ。アリー・イブン・ムハンマドは王兵で、自分を予言された大英雄だと思い込んでる。バカなやつだが、俺たちの敵は同じだ。その敵を倒さないと俺の魂は安らぎを得られん。じゃあやっぱりあんたがヌルに協力していた商人なんだな。ヌルはどうした？大怪我を負った。今は仲間に守られている。俺はヌルの任務を引き継ぎ、バグダッドの抑圧者を追っている。アリはヌルがその手の男に近づけるよう協力していたが、失踪してしまった。失踪したんじゃない、捕まったんだ。ここんとこ多くの反乱者が同じ目に遭ってる。どこに捕らえられているかわかるか？ホラー三門の衛兵所に連行された。でも数週間前の話だ。お前も去ってくんだな。また会えてよかった。気をつけろよ。お前は成長しても、俺はまだ口うるさい老いぼれのままだからな。それとバシム、また泥棒がしたくなったら俺のとこへ来てくれ。力を貸してほしい。もちろんまともな理由がある。
なんじゃないか。やつら七人。ちょっと。やめて。全てを見通せ。あの人を集めているのだ、ベシカ。それを起こす。俺たちは分断された。あんたがベシカ。ヌルを知っているな。知ってる。最後に見たときは街から追われてた。あいつは生きてるのか？なんとかな。今は安全だ。強情なバカめ。お前の名は？バシムだ。よろしく、バシム。そのバターナイフ以外に剣はないのか？もっと戦力になりそうなやつだと思わせてもらいたいんだが。どうしてだ？アリを探しに行くのか？いや、まだだ。ここにいる部下は半数に過ぎない。残りは道の先にある港で捕らわれてる。攻撃を仕掛けるにはこの人数は少なすぎる。部下を守りたいなら慎重な道を選んだ方がいい。俺が潜り込む。ここの部下は待機させて、解放した仲間を護衛させろ。あんたらは皆同じ考え方だな。だが手堅い策だ。お前の目を貸してくれ。
ありがとう、トモ。船着き場へ行き、ベシを探せ。助かった。今ので最後だ。あいつらと合流しよう。やるな、バシム。自分の仕事をしただけだ。力を合わせればこの町も苦しみから解放される。アルグールを見つけ出さないと。奴の話は聞くが姿は見たことがない。奴について何を知ってる？奴はカリフの敵を連れ去って砂漠に穴を掘らせてる。囚人、反乱者、労働者たちにな。何を探してるのかは俺にもわからん。こいつらは数週間前にアリと一緒に捕まって砂に埋もれて死ぬところだったんだ。アリは他のところへ連れて行かれた。俺たちは記号で組み分けされて、アリは別の組だった。やつらはアリに尋問しようとしてた。あんたや、あんたの仲間のことを。その記号を見せてくれるか？あんたはどう思う？アリとヌルはアルグールに近づきすぎて奴に感づかれたな。アリを見つけるのがアルグールへの鍵だ。うん、それもいいが、他の方法もある。これはどうだ。部下が送られるはずだった場所に俺が旅衆として潜り込むんだ。正気か？頭が固いだけだ。これを受け取れ。これの使い道は？それはキドマーコインだ。その価値を理解できる者に見せればあんたの力になってくれるはずだ。部下は北の外れの水車場に送って再編成させる。反乱軍の要塞だ。あんたなら迎えてもらえる。神のご加護を。神のご加護を。
生意気な感じ。هل فقدت صوابك؟ ここがアリが運ばれた拠点か。あの初期と少しは仲良くできないのか？無理だろうな。あいつは立場が上だからって好き勝手にほざきやがる。今度俺に口出ししやがったらぶっ殺してやる。そしたら誰が囚人の記録をつけるんだ？お前か？字を書くどころかコテをはめることすらできないくせに。それであいつの減らず口が止まるんなら喜んで勉強してやるよ。人がいるとかでいいんで。おい！あれが初期のようだな。なんだ？何が？これは俺が預かっておこう。何？ここが初期の部屋のようだな。囚人の一覧表だ。それぞれ記号が振り分けられている。私がアリの立場でも同じことをしただろう。軍隊の力は一番弱い兵士によって決まる。サラーム、バシム。サラーム、アスマド。旅はどうだった？アブ・ジャファルだ。そうだな、悪かった。何か問題が？今はない。だがヌルは物資の提供と引き換えにアリから反乱軍の支援を得ようとしていた。結社は確かに厄介だが、アリにとってはカリフが標的だ。この取引は奴にとって重要だろう。そちらの進展はあったか？標的の名はアルグール。囚人や労働者に採掘をさせています。アリたちは捕らえられ、印をつけられていました。仲間は解放しましたが、アリはどこかで尋問されています。
反乱者の一人が印を見せてくれました。この表が正しいなら、アリが送られたのはダマスカス門の牢獄です。その反乱者たちはどこに？北の外れにある水車場にいます。私が会ってこよう。この取引について詳しい情報が欲しい。アリは頼んだぞ。ダマスカス門の牢獄はバグダッドで最も警備が厳重な牢獄だ。厳しい任務になるのは避けられそうもない。先に偵察しておく。牢獄の正門で落ち合おう。出発前に話せるか、バシム。役に立ちそうな情報があるんだ。聞かせてくれ。まず町中の密偵が伝えてきた情報を板にまとめておいた。見ておいてくれ。次にこの辺りには武器を強化できる素材がたくさんある。ズバイディアにいる鍛冶屋のジャワルに会え、きっと力になってくれるはずだ。最後に道具を強化したかったら私に言え。素材を持ってきてくれれば私の腕を披露してやろう。いつもながら気が利くな。ありがとう、アブジャファル。フラッドがダマスカス門の牢獄への侵入口を偵察してくれている。彼と会わなければ。その前にさっきの話で聞いた鍛冶屋を探しても良さそうだ。どんな強化をしてくれるにせよありがたい。